海北区の仙台城南高校に台湾の高校生が訪れ交流しました。コロナ禍で難しかった対面での国際交流が久々に復活しました。今日仙台城南高校を訪れたのは台湾台南市にある姉妹校の生徒およそ60人です。2つの高校は去年からオンラインで交流してきましたが、直接顔を合わせるのは今回が初めてです。仙台城南高校が海外の高校生と直接会うイベントを開くのはコロナが広がってからは初めてです。今日は英語や中国語のほか、スマートフォンの翻訳アプリも使ってお互いの趣味や好きな食べ物を紹介し合いました。趣味はバレーボール。同じバレーボールで。バレーボール。また、仙台城南高校の生徒がダンスを披露し、台湾の生徒たちがお返しに日本語で歌を歌う場面もありました。すごく嬉しい。先日からすごく期待しています。でコロナで海外にも行けない、そして日本は県外にも出ることもできないという状況の中で、本当にコロナが収まり始めて、で今こうやって対面で直接会ってっていうのは本当に嬉しい限りです。